こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。え、オーストラリアアマゾン。まあ FBA ぼちぼちの品してね。えー、で、思ったより全然売れないというようなね、えー、ご相談があります。で、まあ、オーストラリア、システムの出来は非常に悪いんで、まあ、バシッとしたカタログじゃないと売れにくい。何しろね、えー、進めら買う人に進めるという、 アマゾンの中で正直一番肝心な機能だと思うんですけどそれが実装されてませんですんでね逆にまあ確実に需要があって検索されてるであろう、まあ、キーワードを見つけて、えー、その商品を売らなきゃいけないというような、ね、工夫が必要ですアメリカはね、えー、適当に載せれば売れるものは売れたんですけどオーストラリアの場合はね、えー、適当に載せたんだと、えー、売れるはずのものがまだ売れないという 中途半端なシステムになっています。まあ、それでね、現時点でどういうものを出せば売れるか、まあ、それについての解説ビデオです。まず、まあ、これね、以前の記事の修正しました。まあ、日本在住の会員さん、まあ、ほとんどがそうなんですけど、まあ、ダイソー商品を売ると。 ねまあ、これ、まあ、納品件数を稼ぐのみならず儲かるというのは一緒なんですけど、まあ、ただ、カタログからダイソーというのを見つけて、ね、ランキングついていない商品を載せても、まあ、ほぼ売れないというのが、ね、現時点で起こっている現象ですですので、ね、ebay.com.au オーストラリアの ebay で制約がある日本製品を探して出品していくと、ねまあ、ebay.com.au でダイソー で、えー、リスティング終了したというところでね、えー、チェック入れると、まあ緑色で出てくるのが、えー、制約している商品なんでね、まあその商品を売っていくと。まあ ebay.com.au で売れてればね、ね、えー、Amazon でも、まあ売れる可能性が高いということが言えます。あるいはね、ebay.com または Amazon.com ね、えー、あるいは日本の実店舗で海外旅行者が大量に購入している商品は、 オーストラリアアマゾンでも売れます。ね、ebay.com で大量に売れれば制約がたくさん出てきます。ね、出品者もたくさんいます。で、a z o n .com で大量に売れれば、えー、これ出品者も増えて、でみんながね、えー、売ってるうちに、まあ、価格値下げ競争になってますんで、出品価格が7ドル,7ドル以下に下がってる、えー、出品者も多いと。ね、値段がもう、えー、アメリカでこの値段じゃ売っ 買っておっても儲かんないなという値段に落ちちゃってる商品を、えー、オーストラリアで売ればまあ、売れるし儲かる可能性が高いという形です。あと日本の実店舗ね、えー、これ海外旅行者が多い、えー、ダイソーに行って、もうカゴの中覗くというのが一番簡単ですね。えー 売れないんですけどと言って相談を、えー、もらった商品は旅行者が、えー、カゴに入れて買ってる商品ではないです、えー。ですんでね、まあ見せていただければ、うん、まあちょっとあの売れるかもしれないけど今のアマゾンのシステムであと売れませんねと、売れそうもないなという商品が多いんでね、えー、これ今言った eBay で調べるとかね、アマゾンアメリカアマゾンで調べるとか、実店舗行ってみると言った後で、 仕入れる前に10商品ね、相談してください。えー、正直、売れる商品は見ればわかります。ね、で売れない商品もこれ厳しそうだなっていうのはわかります。ただ、これを完全にね、マニュアル化しちゃうと、まあ、会員さんみんながね、えー、同じ商品を扱うような形になっちゃいますんで、えー、逆に、 適当に見てきた、持ってきた商品の中から、まあね、えー、これ厳しいかもしれない、こっちにしましょうと。これなんで、えー、どっから、えー、売れるというのを拾ってきましたかというのでね、えー、ちょっと、まあ、見方がまずいね、これじゃない商品にしましょうとかいう形でね、アドバイスして、えー、いきなり適当に買って送るという形だとね、ちょっと打率が悪いんで、まずはそんな形で、えー、10商品、 ね、送る前に相談いただくという形でね、えー、進めていこうかなと思います。あと、ダイソーと検索してね、えー、オーストラーアマゾンですでにランキングがある商品、まあ、これは売れてるわけですから、まあ、これについてはね、ほぼ問題ないです。何しろね、商品が悪いのか、タイトルが悪いのか、カタログが悪いのか、ねえー、それがね、非常にわかりにくいんで、まあ、その辺をね、えーまあ、アドバイス、 して、まあ、この商品をこのカタログなら売れるでしょうとかね。この商品を、このカタログ、商品はいいけどカタログまずいんでカタログ作りましょうとか。まあ、そういった方のね、サポートも、え、めのうちはして、システムがね、ちゃんとなるまでは、そのサポートしてから納品してもらうと。で、何度か売れる商品見つけた後であれば、逆にね、えー、その、自力でもいけると思うんですけど、初めの出だしはね、これね、結構ね、えー、大変だなと思いました。 ちょっとねシステムが、まあ、まさか未完成で、未完成ってアマゾンの中で一番重要なシステムがね実装されずにアマゾン始まるというのは計算外だったんですけど、まあ、これも前向きに考えれば、自力でやってる人はほぼ売れないって言って全滅して退場していくと思いますんでね、えー、ライバルが余計に増えなくていいなと、おそらくアメリカと同じ調子でやってる人は、あ全然オーストラリアで売れねえじゃんということでね、えー、嫌になると思います。ね で、アマゾンばっかりやってる人は、eve やってる人と違って、タイトルだの写真だのね、そういう面の工夫ができない人が多いんで、まあ、対応できないだろうなと。まあ、前向きに考えれば、ライバルが増えなくていいなと。ね、マイナス面を考えれば、え結構、 手間かけないと売れないんでね、ええー、思ったよりスタート大変だなという感じですけど、まあ、しっかりサポートしてきますんで、お気軽にどしどしご相談ください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。